送信術チャンネル、はい、送信術に聞いてみようということで、早速質問に答えていきたいと思います。ではお願いします。はい、東京都在住のやっぱりビール好きさんからの質問です。何度も質問してすみません。一人で八の字トレーニングをしながら YouTube を視聴していて、またいくつか相談したいことが出てきました。ストリートダンスのジャンルの一つにアニメーションというものがあり、それに活用されていると感じました。音楽に合わせた不思議な動きをするダンスなんですが、ジャイロや波動を使うとこのダンスの動きがスムーズにできるのではと考えています。これらを活用すると体幹からではなく体の末端の方を起点にして動作をスタートできるので、見慣れない不思議な動きになりやすい気がします。私自身ストリートダンスの練習を最近始めていたので、これを生かしていければと思って取り組んでいます。ジャイロ効果について質問です。どうすれば強くジャイロを生み出せますか。重いものが早く2方向に動くとジャイロの効果も強く出るのでしょうか。自分の体で試してみた際の実感だと、ゆっくりした動きでも達人体になっているとジャイロが生まれているように感じるのですが、物理的にはどうなんでしょうか。あと、発生したジャイロと反対方向に無理やり体を動かすと、何と表現すればいいのか分かりませんが、突然見えない物体が現れたようなすごい重さを感じます。これを手がかり、足がかりにして空中を泳いだり二段ジャンプをしたりはできませんかね。そこまでいかなくても、この重い空気の塊のように感じるものを体さばきなどに活用していたりしますか。私はこのジャイロの抵抗力というのか重さを筋トレ、ストレッチやマッサージに使えるのではないかと考えているのですが、どう思いますか。ロシア武術のシステマについて、この武術の先生たちの映像を見ていると、足や膝を片足ずつ八の字に循環させているように見えました。他にも両手に刀を持って八の字をしたり、2メートルはありそうな木の丸太を首と胴体の周りを八の字に回るように器用に振り回したりする映像がありました。手や体の延長として道具を含めて八の字させるのも刺激が違って面白いと思いました。以前芸人のギャグの動作についてアホの坂田さんを例に挙げましたが、新しいものを見つけました。ペナルティというコンビのワッキーさんの代表作芝刈り機のモノマネも反射と波動の2つを兼ね備えた強力な動作だと感じたんですが、どうでしょうか。通信、この質問コーナーで答えて差し支えない範囲を超えた踏み込んだ内容についてもどこかで質問させてもらえたら嬉しいです。あと、私も色違いのカラーポロシャツを着て練習したいです。とりあえずロゴなしなら OK でしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、ではですね、まず最初にですね、動画をご覧いただいて、その後解説していきたいと思います。ではですね、まずは動画をどうぞ。はい、ではですね、アニメーションというジャンルのダンスが波動をよく表しているんじゃないかという、のがありましたので、ちょっとやってみたいと思います。ではお願いします。アニメーションというのがどういうのか分かりませんけど、ダンスとかですね、もう体の波動を表現するときはですね、胸とかですね、お腹とかですね、あと腰とかですね、この辺の動きをうまく使ってやっていきます。で、波動のところでやりましたのは、この胸のやつを使ってですね、こう来たやつをこうやったり、ここの、お腹のやつを使ってですね、ちょっと持ってもらって、お腹を出して引っ張って、こうちょっと倒したりとかですね、あとは
って、こういう感じで、下げたりとか、まあ、そういうふうに、分離して一応やることもできますけれども、これは結構、難しい、ので、まあ、DVD の方では簡単にやる方法を解説しています。まあ、確かにですね、練習していけばですね、こう分離して行うこともできます。まあ、この胸とかですね、ここの動きとか、ここのこういう動きとかですね、腰のこう、いう動きがですね、まあ、どういう作用を持っているか、まあ、同じ反応なんですけど、方向性がちょっと変わってくるんですね。その辺もですね、いつかもっと詳しくやってみたいなとも思っています。まあ、DVD の方ではですね、DVD の波動の方では難しいことはせずですね、簡単な方法でですね、そのこの3つの波動がですね、3つの部分がですね、きれいに波動するように、まあ、3つの部分に限らずいろんなところが波動するんですけれども、特にですね、この体幹部の波動はですね、非常に強いものがありますので、そこはですね、うまく簡単にですね、できるように解説しています。あとはあとですね、チャイドを強く出すにはやはりですね、この、まあ、全体がですね一つになってこう動くとその重くなりますので、チャイドが強く出ますし、まあ、体のですね、反射がしっかりこう出てる方が綺麗に、出ます。そのまあ重さをジャイロの動きにですね反発すると重たく感じるというのは まさに、そんな感じでですね、その重さを相手にかぶせると相手はすごい重たく感じて、しまうというわけです。はい、いかがでしたでしょうか。まずですね、アニメーションダンスっていうのがですね、まあ、ちょっとあの動画を見させてもらったんですけども、まあ、他のダンスにでもですね言えることですけれども、まあ、その体を波動させて動かすのはですね、人間の、基本的な体の基本的なというかこう自然なですね、体の使い方ですので、どの、まあ、スポーツダンスにおいてもですね、その波動するっていうことはですね、非常に重要なことだと思います。特にこのアニメーションダンスはですね、この体の、一部分だけをですね、こう動かして、それをまたゆっくり別々に動かしていって、こう波動してるのをゆっくり見せたりする、まあ、すごく難しい技術ですけれども、それがですね、まあ、それをうまく使って武術の技にすることもできますし、まあ、でもそれはちょっと難しいですので、それを簡単に、行うにはどうしたらいいのかっていうところは DVD の方で、解説しています。で、アニメーションダンスとかこう、そういうのもですね、非常にもう武術の方にも、いいと思いますので、ぜひ、やっていただくといいなと思います。それからですね、ジャイロ効果についてはですね、ジャイロは重い方が、強くなりますし、ゆっくりしていてもジャイロは起きます。あと
大悟が生まれるとですね、その確かにその相手からしたらですね、非常に重く感じますので、まあ、重さが乗ってきたような、なんかすごいものがのしかかってくるようなですね、そんな感じが相手にはしますので、まさにそんな感じだと思います。で、まあ、これをうまく使うと二段ジャンプとかですね、まあ、できるんじゃないかなと思います。これずっと飛ぶことはできませんけれども、マイケル・ジョーダンみたいにですね、空中でこう歩くようにですね、よりこう跳躍時間が伸びたりとかですね、空中で動きやすかったりとか、そういうことはあると思います。あとジャイロはですね、マッサージなんかにも使えますし、整体とかにも使えます。もともとですね、僕が整体の主義としてやってたのがですね、送信術に、なっていたのでですね、まあ、基本的にはそのジャイロとかですね、八の字の動きは施術にも使えます。マッサージとかですね、ストレッチはですね、基本的にはやると反射のが落ちますので、ストレッチ直後はですね、反射の力が弱まって、しまいます。身長反射が出にくくなるためです。ですので、まあ、その練習終わりとかがいいかもしれませんけれども、やる前にやるとですね、やりづらいと思いますので、まあ、性的なこう筋肉をいっぱい伸ばすようなですね、ストレッチは、まあ、練習する前はやらない方がいいと思います。八の字体操をやっておいてください。であとはですね、他の武術の中にも八の字とか、まあ、他の体操の中にとかですね、いろいろなところに八の字が出てくると思いますけれども、その八の字の動きの中にですね、人間にはですね、3つの軸があってですね、その3つの軸で全ての軸においてですね、きれいに八の字がうまいタイミングで描かれるとですね、この僕らが言っている立体的な八の字というのになりますので、まあ、そこら辺がどういうポイントを押さえるとそういう八の字になるのかっていうところがですね、結構重要かなと思っています。その辺は DVD の方で、解説しています。ですね、あとはペナルティのワッキーさんの代表作芝刈り機のモノマネ、も反射と波動の2つを兼ね備えた強力な動作だと感じたんですが、どうでしょうかということですが、これはですね、完全に、そうです。これはですね、うまく応用するとものすごく楽しいことができますので、非常に、ですね、鋭い、してきたと思います。これは、またいつか DVD の方でもやりたいかなとは思っていますが、もうちょっと先になるかもしれません。で、ですね、この質問コーナーでの範囲を超えた踏み込んだ内容っていうのはですね、僕らもうすぐですね、仲間を募集してですね、やろうと思っていますので、その時にもしよければですね、仲間になっていただけたらですね、いろんな質問にも答えていきたいと思います。あとは、カラーのポロシャツを着て練習したいということですね、どうぞですね、一緒に、まあ、興味のある人はですね、やってくれる方がいたらいいなと思っております。どうですか？
ダメですね、このロゴ入りカラーポロシャツで作っていますか。そうですね、そのメンバーになった間にはね、でもまあそれもどうですかね。とりあえず僕ら最初に思ったのはですね、まあ、柔道でも合気道でも、まあ、剣道でも空手でも何でもですね、まあ基本白黒の服じゃないですか、まあ、それがあの画面 YouTube の画面とかに映るとちょっと地味だなと思ってですね、ちょっとカラフルにしようと思ってカラーポロシャツを着てるっていう、まあ、そういうことなんですけれども、まあ、それだけのことなんですね。でもまあ気に入っていますので、もしあの役者の仲間になってですね、着たいという方がいればですね、厳しい審査が待っています。はい、まあ、そんな感じでですね、ぜひですね、一緒にやりたいという方はですね、これからもうちょっとしたらあのこんな感じでやりますっていうのを出しますので、ぜひ、チェックしてみてください。ではですね、今日はこの辺で、お別れです。またねー。